昭和40年代に誕生した三色ふりかけ。一つの容器にのりたま、たらこ、ごま塩、3つの味が入っており、1億本以上を売り上げた大ヒット商品。これはすごい、めちゃくちゃ覚えてる。しかしちょっとした問題も。のりたまにしようっと。のりたまだよね。ごま塩も使いなさい。いらない。どの家庭でもごま塩の人気がなく大量に残った。それなのにそれぞれの量は固くなに3分の1ずつだった。昭和の